けのクリスマスが僕にとってよかったと思ってくれたら海辺のベンチ座って明日の日片手に暖を取ろう。 FM 富士ビートリーサポーテッドバイルイド。B3 サポーテッドバイルイド。 FM 富士 B3 サポーテッドバイルイド DJ ドラゴンです。佐々木修です。はい、まあいよいよ来ました、メリークリスマスでございますね。はい、もうポーンって息吹いちゃいましたもんね。はい、12月24日、ね、ということで、イブです、イブ、イブでございますね。しかもイブの日曜日ということなんで、ね、これはもうみんなキラ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 してですね、キラキラしてる日ですよ今日は。ドライブなんか楽しんでたらですね、いやいや、まあちょっとですね、私たちのね野郎トークで失礼しますね、本当にね失礼しますよ本当にね本当にもう、いやでもね、はい、この番組はですね、はい、実はですね、はい、佐々木さんも男子、うん、私もドラゴンも男子ということですよ。これ珍しい、まずね男性2人で番組やってるっていうのはね、お笑いコンビじゃないなかろうっていう話でございますけども、はい、まあ、結構このコンビでねやらせていただいてて、はい、意外といい感じで。あ、そうですよね、ありがとうございます。ハートですね、はい、あっちのねディレクタールームを見ますと、うん、ディレクターも男と男、アシスタントディレクターも男子と男子ですね。でもう全員が男子という、そうスタッフさんもみんな男子、奇跡的なですね、はい、もうなんでケーキなんていうものは用意する人誰もいない、誰もいない残念なお知らせでございますけども、はい、しかし、はい、救世主現る、おなんと今日ゲストがね来てくれるんですよ。もしかして唯一の女子ですか。はい、わお、女性のね素敵なアーティストが来てくれるということなんで、ね、まあ、ちょっとね嬉しいなと嬉しいな思っています。はい、ね、まあ今日はですねクリスマスイブということなんですけども、うん、はい、佐々木さんでもなんかあれですか、なんかこうプレゼント今までもらって、うん、これ嬉しかったなーなんてプレゼントって覚えてたりします？本当昔のしか覚えてないですよ、はいはい、本当ちっちゃな頃ですよ、幼稚園通ってた頃に、親からもらった子供用の鉄筋っていうんですか。鉄筋、あー、ありますね。嬉しくてそれを街に持ち出してこうね演奏したっていう、迷惑な子供ですよね。そうですね、チン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 みたいな、これクリスマスでもらったんだお父ちゃんにみたいな、可愛い子供じゃないですか、涙出るな、可愛いですね。ドラゴンさんは。僕はね、何ですかね、意外とでもこうやって振り返るとクリスマスってあんまな、まあもらってるんだけど、そうですよ、なんかね僕の時にあったのが変身サイボーグってなったんですよ。変身サイボーグ知らない、知らない、ミクロマンとかって多分知ってる、知ってる、知ってる、知ってるでしょ。ミクロマン、ミクロマンのちょっと前に変身サイボーグってのがあってですね、はい、これはね半透明のなんかこう男のね、はい、なんかこうなんていうかアンドロイドなんですよ。でそれにいろいろなんか当時流行ってたウルトラマンとか仮面ライダーの衣装を着せるっていうね、持ってましたそれ、そういうやつなんですよ変身サイボーグってね、はい、手が取れたり変身サイボーグって言うんだ、頭も外れたりするような勝手に GI 状態と思ってそう GI 状っぽいんですよ。でもあれもらった時は超テンション上がりましたね、まあ、嬉しいですねあれね。しかもレインボーマンかなんかの衣装で、はいはいはい、レインボーマン大好きだったんで、うん、マジかと思ってですね、ね、もうねこう持って歩いたら手がなくなり、ね、足がどこかに行きもうねもうどんどんなくなってきましたね俺の変身サイボーグは。変身サイボーグどんどん消える変身サイボーグの思い出がありますけどね。さあ今日は皆さんどんなプレゼントを用意して、ね、どんなプレゼントをいただくんでしょうかね。ね、はい、MGB3 サポートバイルイド、私 BJ ドラゴン、そして佐々木修に関する質問ご意見ご要望など、はい、B3 のホームページから送ってください。クリスマスのね、はい、なんかこんなことしたよなんていうのもいいでございますよ、うん、はい、そしてリクエストお待ちしております。いよいよですね来週なんですけども、はい、年内最後のリクエスト祭りをやります、うん、最後のテーマはこちらです。今年あなたが一番聴いた曲、一体何を聴きましたか、ね、ね、今年2017年にリリースされた曲でもいいですし、うん、ね、ずっとこればっか聴いてるななんて曲があったらですね、はい、ぜひ、あ、そういえばとちょっと振り返ってみてね、聴、ね、いた曲を送ってください、はい、そして来月、また来年1月ですね、そうですね、テーマが決まっております、はい、こちらです。エナジーソング、ワオワオ、ね、もう1月だから、ね、ちょっとねお正月だからねしっとり行きたいとこですけども、うん、ここはやっぱりアゲアゲでね、アゲアゲで行きたいなということですね。やっぱ2018年を飾る元気ソングをですね、はい、皆さんに、リクエスト、ぜひぜひ送ってください、はい、お願いします。お願いします。はい、それではですね、はい、今日のですね救世主こと、お救世主こと素敵なゲストの曲を一曲いきたいと思います、はい、なんとね佐々木さんと同じ佐々木なんですよまあそうです、はい、名字一緒ですね佐々木莉子さんでリコレクションズ。 B3 サポートバイルイド、 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 B3 サポートバイルイド
クラブ DJ、MC、モデル、タレントなどをキャスティングしてます。オーディションやスクールに興味のあるあなたは、F ファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか？フィックスレコメン。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 番組がお勧めするライブ情報をお届け、今週のフィックスレコメンド。今日は年乗り米倉ドットコムプレゼンツ年乗り米倉コンサートツアー2017。12月25日月曜新宿レニーにて年乗り米倉ドットコムプレゼンツ年乗り米倉コンサートツアー2017が開催されます。午後6時30分オープン、7時スタート。出演は米倉年乗り。ぜひともチェックしてみてください。それではここで1曲いきましょう。米倉年乗りで Yes I Do。 感じた踊るこの気持ちいい、yes。 悲しくて泣けてくるような、苦しい恋もたまに愛情の深さに変えて、少しは強引に愛して後さりなんて嫌だよ。女友達の罪もいらないよ。君を必要とする強さ信じて、この頃ね、この頃ね、二人で話す時間まだ強くなれない僕なんだけど、でもでもね、たまにはね、ドキドキするほど近く君のこと感じてる、踊るこの気持ち、僕を見る目を思い出す、浮かれたひと夏の恋、そんなんじゃないこと感じて、今週でわからん君の今何してるの、嬉しい言葉も疑って裏目に出ちゃう、なんとなく話すだけ、気が合って笑ってただそれだけ、でもでもね、たまにはね、ドキドキするほど近く君のこと感じたい、踊るこの気持ちいい、yeah。 お送りしたのは米倉年乗りで Yes I Do でした。ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。DJ ドラゴンと佐々木様がお送りしてきました。ビートリーサポーテッドバイルイド。さあ今日はですね、クリスマスイブということでですね、はい、皆さんね、楽しんでるのかな、もしかしたら仕事してるという方もね、いらっしゃるかと思うんですけどね、はい、皆さんに幸せなクリスマスが訪れますようにということでお送りしました、はい。2017年振り返って、こんな曲聞いたな、あんな曲聞いたなっていろいろあると思うんですよね、はい。その中で一番聞いたなって曲をですね、うん、まあ新旧問わずで送ってください。なんかね、ぜひメッセージも添えて送ってくださいね、はい。そして来年2018年1月のテーマも決まっております。こちらエナジーソングドーンドーンですね。パワーが出るぜ、はい、2018年ですかね、はい、8ですよ。2018ラッキーセブンから末張り広がりの8です。そうですね、これはね、うん、すごい年になっちゃうのかなっていうね、パワー全開の曲をですね、はい、ぜひメッセージとともに番組のホームページから送ってください、はい。ああ、もうね、さあ今日どうしようかね、クリスマス。
や飲みに行くしかないでしょ。飲み行きますかね。男でみんな野郎で野郎だけ野郎飲みしますか、はい、サンタの格好とかしながらですねね、街に繰り出しますかみんなでね。そうっすね。はい、くれぐれも皆さんね、風邪などひかないようにですね、楽しいクリスマスをお過ごしください。また来週もお会いしましょう。 FMGB3 サポーテッドバイルイド、お相手は DJ ドラゴンと佐々木おさむでした。メリークリスマス。Christmas が僕とでよかったと思ってくれたら、 We've been adventures right there